プラ。本日紹介するプラモデルはこちら、モデロイド、ユーナイトコレクションシリーズ1、ゼファー&マジドーラ。1994年放送のテレビアニメ、覇王体系リューナイトより、主人公、アデューが操る、リューナイト・ゼファーと、ヒロイン、バッフィーの、有名人、マジドーラが、セットで発売。箱は、書き下ろしイラストのパッケージ、キット2体分なので、ちょっと大きめなのだ。それでは開封していこう。うずたかく積み上がるランナーの山、全部で29枚と、シールが1枚付属。そして作中で竜を召喚するカード、ミストロッドが2枚。紙製で、ツヤありと、ツヤなしの両面印刷となっている。それではまず、マジドーラから組んでいこう。シール部分や色が足りない部分は、できるだけ塗装していきたいと思う。まず1体目、こちらが完成した、有名人マジドーラ。肩、背中の白、スカートの黄色、ロッドの金色、水晶の中をこちらで塗装。マントのようなパーツは元からの塗装済みパーツとなっている。付属品は左右の平手と、全スカートのパーツ。丸2つがテレビ版、4つが OVA 版となっている。次は、各部の可動を見ていこう。腕はボールジョイント接続。肩アーマーは挟み込みで、マントを避ければ1回転可能。肘は前後に可動し、横ロールもあり、手首は軸接続。足の接続はボールジョイント。膝に当たる部分が前後に可動、中心にスタンド用の穴がある。スカートを避けつつ、足はここまで上がる。足首はボールジョイントで、裏は大胆な肉抜き状態。頭部は左右に若干触れる程度で、後ろには回せない。全体的に可動を干渉するパーツが多く、簡素な作りという印象なのだ。さて、続いてはお待ちかねの主人公機、リューナイト・ゼファー。頭部の赤、肩の青、腹とつま先の金、手足などのグレーはガンダムマーカーで塗装。マジドーラと比べると主役機だけあって、関節の可動箇所が増えている。頭部のグリーンクリアパーツの中には、前の回で購入したダイソーのジュエルシールを仕込んでいるので、キラキラ。可動域、腕の接続はボールジョイントで、肩と二の腕は別々で動くので、幅広いポーズが取れる。下半身は股関節の白い部分が挟み込みで、ボールジョイントの細い足を接続、膝は90度ほど曲がる。かかとがボールジョイントで動き、つま先がも若干可動する。頭部はくの字型のボールジョイントで接続されている。強度的に少し不安なので、動かす時は注意が必要。付属品は平手パーツに、武器の剣と盾。剣と盾は塗装しているのだが、盾は成型色がグレーで、本来はシールを貼る。幸い模様は彫ってあるので、線に沿ってマーカーで塗ってみた。劇中同様、剣を盾に収納することも可能。もちろん剣を抜くポージングも可能。軸が太いので手が小さいプラモだと持ちづらい。次に大きさの比較。まずはゼファーとマジドーラを並べるとこんな感じ。トサカの分、ユーナイトが少し大きい。次に HG、 ガンダムキャリバーンとの比較。 HG サイズガンプラと比べてサイズは小さいが、横幅はあるのでボリューム感はそれなりにある。次に同じくモデロイドで SD ロボットのホワイトリリーと比べてみる。同じ SD ロボながらサイズが一回りぐらい違う。設定の全長的には約5メートルと約8メートルなので、だいたい近しいサイズ感ではある。それでは各ポージングを見ていこう。蓄光塗料で登場時の背面球体の発光を再現。というわけで、モデロイド、ゼファー&マジドーラのレビュー、いかがだっただろうか。そして、早くもシリーズ化が決定しているリューナイトプラモ。
クスマオンラインショップでは OVA 版ニューナイトゼファーも販売中。ぜひ手に取ってほしいのだ。それでは今回の動画は以上とする。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもよろしくなのだ。また次回お会いしよう。では諸君、さらばなのだ。